皆様、年末年始はどのようにお過ごしになったでしょうか。私は横浜アリーナでのツアーファイナルに加え NHK 紅白歌合戦に出場したはずですが、まだ実感がありません。こんばんは。土曜の夜の何はともあれ金が新年、桑田話題遅れの圭介でございます。皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。めでたい。2週間前の事前録音でございますが失礼いたします。そう、2023年になったんでしょうけど全然ピンときません。さて、今夜の桑田圭介の優しい休みのお題は新春美空ひばり特集ね。私も昨年のツアーでね、美空ひばりさんの歌を歌わせていただきまして、その流れで美空ひばりさんを特集したいと思います。粋なメッセージを送ってくれた方には抽選で真っ赤な太陽で充電できるラジオを差し上げましょう。桑田圭介の優しい遊び、ロックオン再生中。この番組は損保グループ損保ジャパンの提供でお送りします。デヴィ夫人みたいですね。一度もないのかな。さそれからもう一つ、私はただ歌が好きなだけよ、はあ、ここなんだよね。そうですね。最近ほら歌が本当にうまい歌手とかいろんな言い方があるじゃん、はい、まあ、それもいいんだけどさ、ここがこの歌手のすごいところみたいな言うけど、そんなんじゃなかったんだ我々の時代って言っちゃうとあれだけど、ひばりさんがいて当然で、大晦日になるとさレコード大賞、それでその後終わったら紅白ですよ、はい、すぐ移動するんですもんね。帝国劇場からね、はい、白バイで先導されて、まあなんかそういう今ありえないのかもしれませんけど、なんかそういう時代でね、うん、ただ歌が好きなだけっていう、そういったモチベーションの人多かったと思いますよ。歌手美空ひばりとしてこの上なく誇り高き生き方を貫いたひばりさん、桑さんが週刊文春の最後におっしゃっていた一生音楽人宣言に、こういうのがいけないんだよ俺ね。いやいや、そんなことないですよ。何が一生音楽人宣言で偉そうにさ。いや、いいと思います。いやいや、歌が好きなだけだからって、この間安川さん NHK に出てきて言ってたよ。言ってましたね。うん、いや歌がもう一個だけ神様にもらってね、歌が一個だけ叶って、これをわざわざ来てくれるお客様本当ありがたいから俺とやってきたんだって言いました。言いました。あの人一生音楽人宣言だしないよ。なんと俺のおちょこちょのところでね、通ずるところがあるのかなと思います。だから通じないのよ。桑田さんがひばりさんから影響を受けたところのありますかということなんですけどね。まあでも影響を受けたところきっとありまくりだけど、本当にやっぱりテレビ歌謡曲の世界を、あの当時ねテレビにしか映らないものしか知らなかったんだけど、当時ほら洋楽ミュージシャンの映像とか全然ない時代だったんで、我々小学生、はい、中学生の頃は、だからしょうがないからってわけじゃないけど、テレビはいつもお茶の間についてるんですけど、そこで見えていたあのさっきの真っ赤な太陽の後ろで弾いてるのが、はい、ブルーコメッツっていうグループだったんですよ。グループサウンズ、はい、ライブでの時に後ろに流れてましたもんね。あれよくね、あの美空ひばりさんの事務所の加藤さんよく使わせてくれました。ありがとうございました。ただ普通に僕らが刷り込まれて覚えてるから、美空ひばりがどんだけ偉大だったかなんて本当にごめんなさい。亡くなってからいろいろ分かることもすごく多くて、さあもう一枚言いましょうか。子供の頃に聞いていたのはというのは、東京都のジャイアンさん57歳男性だ。親の仕事の関係も真のスターというのは、三重県のさくらうさぎさん20歳女性。私は晩年のひばりさんしか知りませんが、そりゃそうでしょ。そんな私でもたくさん歌は聞いたことがある偉大な方だと思っています。その伝説は今の時代では考えられないくらいスケールの違う豪快なものがあると聞いているのですが、桑田さんが知っている美空ひばり伝説がありましたらぜひお聞きしたいですって言うんですけどね。ひばりさん昔あの結婚されてたのかな、小林明さんと結婚されたり、なんかちょっとこうひばりさんの女の部分みたいなのすごく興味ありますけどね。中村芽子さんの家に行く、中村芽子さん、はい、女優で中村芽子さんのお家に行く時タクシーに乗ったらしいんです、はい、ひばりさんが。それであの財布忘れたらしいんです。お嬢だから忘れちゃって、お嬢忘れちゃった。で運転手さんに、あの私美空ひばりですと言ったらしいんです、名乗ったらしいんですけどね。でお金借りてこようと、あの芽子さんに降りて、はいはい、したらその運転手さんが、美空ひばり本人かどうか分かんないなって疑われてね、そんなことないな、私美空ひばりよっつって、あの今のリンゴ追い分け歌ったそう。リンゴの花びらが
追分山のてっぺんに、そしたら感動して泣きながら運転手さんが、お代はいりません、お嬢だと言って、もお降りくださいと言って走り去っていったと。すごいすごい追分山、落語みたいな話ですよね本当の話だよね。いやでもひばりさんね、矢沢さんの伝説もすごいですけど、はい、やっぱりひばりを演じる美空ひばりっていうのが、うん、はい、矢沢を演じる矢沢永吉もいるみたいでね、その時別人格になっちゃったなんかでね、あの笑いながらね、人の話を聞いてて、こんなアイデアボスどうですかって言ってたら、はい、矢沢さんはいいよ俺はいいけど矢沢なんて言うから怖かったって、怖かった二度としませんっつったらしいですけど、ね、そんなこんなでね、ジャズっていうのは埼玉県の大豆さん56歳女性、美空ひばりさんのジャズが絶品だった、世界レベルだった。